の南岸、ペンシルベニア州との宗教から西へ約 100km、州都コロンバスから北東へ約 220km に位置する。人口は37万2624人で、オハイオ州内ではコロンバスに次ぐ第二の都市である。クリーブランドを中心とするクリーブランド都市圏は人口208万8251人、また、 クリーブランドの南約6 0トルに位置し、タイヤの街として知られるアクロンやその南にあり、プロフットボール殿堂で知られる関東などを含む広域都市圏は人口363万3962人を数える。市は1796年、カヤホガ川がエリー湖に流れ込む河口の近くに創設され、いくつもの運河や鉄道の起点となる立地から、 工業都市として発展した。かつては、オハイオ州最大、全米でも、上位10位以内に入る、大都市であったが、1960年代以降、それまで、市の経済を支えていた重工業は衰退し、市の地位も低下していった。工業の衰退に伴って、金融、保険ヘルスケア産業など、サービス業を主体とする経済に移行していった。 また変わったところでは、クリーブランドは、ロックンロールの歴史においても重要な位置を占めている。1951年、クリーブランドの DJ、アランフリードは、リズムブルースをロックンロールと呼び、若者にロックンロールを流行させた。エリー子の後半には、ロックの伝道が立っている。2010年の、フォーブス紙の調査では、クリーブランドは、 米国で最も惨めな都市に挙げられている。しかし、こうした評価はここ数年のもので、2005年のエコノミスト紙の調査では、クリーブランドはピッツバーグと並んで、全米で最も住みやすい都市の一つに挙げられている。また同年の別の号では、同市はクリーブランドをアメリカ合衆国本土48州で最もビジネスミーティングに適した都市として挙げた。 しかし、一部の地区における貧困層の集中や教育改善のための資金不足など、クリーブランドはなおも大きな問題に直面している。また、治安も大きな問題と化しており、2007年度の全米危険な街ランキングでは第7位に上げられるなど、数年で評価が一変している。2013年には10年近く誘拐監禁されていた。 女性三人が発見されるクリーブランド監禁事件が起こっている。クリーブランドの住民はクリーブランダーとよく呼ばれる。初期においてはクリーブランドはザ・フォレスト・シティと呼ばれた。20世紀初頭に流星を迎えようとしていた時、市はシックス・スシティと呼ばれた。一方、市が衰退の一途をたどっていた1960年代から1970年代にかけては、 ミステイクオンザ・レイクと呼ばれた。近年付けられた市の別名には、メトロポリス・オブ・ザ・ウエスタン・リザーブ、ザニュー、アメリカン・シティ、アメリカズ・ノース・コースト、シー・タウンなどがある。クリーブランドは1796年6月22日、現在のオハイオ州北部にあたるコネチカット州の西部、保留地の首都として建設された。クリーブランドという地名は、 コネチカット西部保留地の設置者であるコネチカット土地会社を率いていたモーゼス・クリーブランド将軍から付けられた。それゆえ当時の地名はクリーブランドという綴りであった。モーゼス・クリーブランドはパブリックスクエアを中心とした近代的なダウンタウンの開発計画を見渡すとコネチカットに帰りその後廃与に戻ることはなかった。西部保留地の地図。クリーブランドは 地図のちょうど中央付近に描かれている。1826年、クリーブランドに最初に入植したのは、ロレンゾ・カーターであった。カーターは、カヤホガ川のほとりに小屋を建てた。クリーブランドは1814年12月23日に、正式な村になった。1831年、新聞の見出しに、クリーブランドが一文字だけ入りきらないため、A が抜かれ、地名の綴りが、 現在のクリーブランドに変えられた。近隣が湿地性の低地で、冬の寒さが厳しいにもかかわらず、湖岸に位置するクリーブランド一帯は、将来有望な土地であった。1832年に、オハイオエリー運河が完成すると、クリーブランド一帯は急成長を遂げていくようになった。この運河は、エリーとオハイオ川を結び、エリーオンタリオ湖、セントローレンス川を通ると、 大西洋へ、またオハイオ川、ミシシッピ川を通ると、メキシコ湾へと、クリーブランドから、両方の海への出口へとつなぐものであった。鉄道が開通すると、クリーブランドの成長はさらに進んだ。クリーブランドは1836年に死に、昇格した。1836年、カヤホガ川に橋が架けられ、それまで川の東岸だけが発展していた市が、 西岸のオハイオシティ方面にも広がっていった。1854年、それまで一つの独立した市であったオハイオシティはクリーブランドに合併された。クリーブランドは船で五大古城を運ばれてきたミネソタ産の鉄鉱石と鉄道で運ばれてきたアパラチア産の石炭の両方が積み下ろされる地であった。そうした立地条件からクリーブランドでは鉄鋼産業や 自動車産業が発達し、工業の中心地として発展していった。また、スタンダードオイルの創設者、ジョン・ロック・フェラーは、このクリーブランドで成功し、富を築き上げた。カヤホガ川川口、1920年。この頃にはすでに川の両岸に工場が立ち並び、工業地を形成していた。 1920年にはクリーブランドは79万6841人の人口を抱え、ニューヨーク、シカゴ、フィラデルフィア、デトロイトに次ぐ全米第5の都市になった。この頃、市は全国的に起こっていた革新運動の中心地で、地元では市長トムエル・ジョンソンを筆頭として運動が起こっていた。第20代大統領ジェームズ・ガーフィールドをはじめ、 この頃のクリーブランドの多くの著名人は、市の東に位置する、歴史的なレイクビュー墓地に埋葬されている。1936年と、翌1937年の夏には、クリーブランド市政志向100年を記念して、エリー・コハンでグレート・レイクス博覧会が開催された。世界恐慌で大打撃を受けた死を蘇らせると、 思われたこの博覧会は1936年の第1シーズンには400万人を、1937年の第2シーズンには700万人を動員した。会場跡地には、現在ではグレートレイクス科学センターやロックの電動などが立ち、バークレークフロント空港にも利用されている。第2次世界大戦の終戦直後、クリーブランド橋橋の間ブームになった。 スポーツにおいては、クリーブランド・インディアンスが1948年のワールドシリーズで28年ぶり2度目のワールドチャンピオンに輝いた。1950年代には、クリーブランド・ブラウンズが黄金時代を謳歌していた。実業界においては、クリーブランドは全米で最も良い地とされた。1949年には、クリーブランドは、 同年に始まったオールアメリカシティ賞の第一回受賞都市に選ばれた。1950年には市の人口は914,808人でピークに達し、全米でも第7の規模であった。1980年代、クリーブランドでは荒廃したダウンタウンの建て直しが始まった。写真は1992年。しかし、 1960年代に入ると市は、長楽に転じた。市の経済を支えていた重工業は衰退し始め、住民は郊外へと移り住んでいった。全米の多くの主要都市で見られた、ホワイトフライトやスプロール現象、人種間の緊張といった現象は、クリーブランドでも、例外ではなかった。1966年7月には、ヒュー地区で暴動が起こり、 1968年7月には、グレンビル地区で銃撃戦が起こった。これらの地区はいずれも、市の東側に位置し、アフリカ系の住民が多い地域であった。1969年には、カヤホガ川の水面に浮いていた、産業廃棄物に因火したことが原因で火事が起こった。財政も逼迫し、 デニスク・シニッチが姿勢をとっていた1978年12月には、全米の主要都市では、世界恐慌以来初の債務不履行に陥った。こうした公害や、財政の悪化、地元スポーツチームの不信を引き合いに出し、メディアは、クリーブランドを、ザ・ミステーク、オン・ザ・レークと呼ぶようになった。それ以来、市はその汚名をす,すぐために手を尽くしてきた。近年では、 官民共同、ダウンタウンの再建、都市再生がメディアにも評価されつつある。ジョージ・ボイノビッチ、マイケル・ホワイト両市長のもと、都市圏の再生が進められ、とりわけダウンタウンの再生は目覚ましいものであった。1994年、ダウンタウンには、ジェイコブスフィールドとガンドアリーナからなる、ゲートウェイコンプレックスが完成した。その財源には、 カヤホガ軍の主税とタバコ税が当てられた。かつては港湾施設で占められていたノースコーストハーバー地区にはロックの電動やクリーブランドブラウンズスタジアム、グレートレイクス科学センターといった娯楽施設や文化施設が建った。メディアはクリーブランドをカムバックシティと称えるようになった。しかしその一方でダウンタウン近隣の住宅街、 インナーシティの治安は依然としてのきなみ悪く、また市内の公立学校システムは重大な問題を抱えたままである。市では、経済成長、若いプロフェッショナル層の確保、ウォーターフロント地区の有効活用による収益向上の3つを優先度の高い事項として挙げている。カヤホガ川に架か,かるデトロイトスペリオル橋。その下には別の橋が架か,かっている。クリーブランドは、 北41度28分56秒成形81度40分11秒北41.48222度成形81.66972度41.48222マイナス81.6697221しているアメリカ合衆国統計局によるとクリーブランド市は総面積 213.5km である このうち2 0 1 0トルが陸地で1 2 5 k ルが水域である。総面積の5.87%が水域となっている。エリー湖の湖岸線は、カヤホガ川の河口を境に、西へはサンダスキーに至るまで、ほぼ東西に伸びている。一方、カヤホガ川川口の東側では、北東南西方向に伸びている。クリーブランドの域は、 このエリー湖の湖岸線に沿って南西北東方向に広がっているほか南東方向にも広がっている。エリー湖岸の標高は173メートルであるが、クリーブランドの市街地は不規則に形成された段丘の上に広がっている。段丘はカヤホガ川やビッグ川、ユークリッド川に分断されている。そのため湖から少し離れただけでも標高がかなり上がる。 湖岸からわずか 3km ほどに位置するダウンタウンのパブリックスクエアは標高 198m である。湖岸から 8km 離れたクリーブランドホップキンス国際空港は標高 241m である。こうした地形のため、ダウンタウンの中心部からエリー湖岸やフラットなどカヤホガが市へ向かう道には急な坂が数多く見られる。また、 団球の上を結ぶ橋と下を結ぶ橋が二重にかかっているところもある。カヤホガ川にかかるデトロイトスペリオル橋は団球の上の方を結んでいるが、その下には別の橋に近いところを結んでいる橋がかかっている。クリーブランドの気候は温暖で湿気の多い夏と寒い冬に特徴付けられる。また、カナダからの寒気がエリー湖で湿気を増すため、 クリーブランドの冬の降雪量は多く、ブリザードも吹く。雪は11月中旬から降り始め、エリーコが氷結する1月下旬から2月上旬まで降り続く。降雪量は市内各所で大きく異なる。スノーベルトにかかる市の東部では一冬の降雪量が100インチを超えることも珍しくないが、市の南西にあり、スノーベルトからは外れるホプキンス国際空港では、 降雪量100インチに達したことは1968年以降3度しかない。クリーブランドにおける観測史上最高気温は1988年6月25日に記録された摂氏40度、最低気温は1994年1月19日に記録された氷点下29度である。平年では最も暖かい7月の平均気温は 摂氏23度、最も寒い1月の平均気温は、氷点下2度である。年間降水量は、約990ミ、mm、リメートル。年間降雪量は、約170センチメートルである。欠片の気候区分では、クリーブランドは計算上は、温暖湿潤気候に合致するが、エリー湖の南岸をはじめ、五大湖周辺に広く分布する、冷帯湿潤気候に含められている。エリーより、 クリーブランドのダウンタウンを望む。2020年8月。クリーブランドのモールクリーブランドのダウンタウンに立つ建物の建築様式は様々である。視聴者やカヤホが軍地方裁判所、クリーブランド市立図書館、クリーブランド市援行動など、クリーブランド市政府や公共の建物の多くは20世紀初頭に建てられた新古典主義建築で、ちょうどワシントン DC のように、 中心部からエリー湖に向かって伸びるモールと呼ばれる緑地の周囲に立ち並んでいる。都市美運動の影響を受け、1903年に立案されたグループプランの結果出来上がったクリーブランドのモールは全米でも最も完成度の高い都市美館設計の一例となった。モールは1975年に国家歴史登録財に指定された。クリーブランドのシンボルである。 ターミナルタワーは1930年に完成したボザール様式の超高層ビルである。52階建て、高さ216メートルのこのビルは1967年まではニューヨーク以外では最も高く、また1991年まではクリーブランドで最も高いビルであった。その名が示す通り、ターミナルタワーは当時鉄道のターミナルであったユニオン駅の真上に、 建てられたビルであった。現在では、駅としての機能は、RTA のターミナルとしてのみに限られている。このターミナルタワーと周囲のホテルや、ショッピングモールを合わせて、タワーシティセンターという複合施設になっている。ターミナルタワーよりも後に建てられた、超高層ビルとしては、1991年に、完成し、全米16位、オハイオ州では最も高い建物である。 キータワーやダウンタウンの建て直しが始まった頃、1981年に完成した BP ビルがある。これらの超高層ビルは、ポストモダン建築をベースにし、アールデコの要素を取り入れている。1890年に建てられた、ビクトリア様式のクリーブランドアーケードは、オールドアーケードとも呼ばれる、ダウンタウンに残る、歴史的建築物の一つである。 クリーブランドアーケードは2001年に改装され、ハイアットリージェンシーホテルとして再生した。ユークリッドアベニュー、1870年頃ダウンタウン中心部のパブリックスクエアから、市東部約8キロメートルのユニバーシティサークルへと走る。ユークリッドアベニューは、1860年代から1920年代に、かけては、エルムの街路樹と豪邸が並ぶ、美しい通りであった。 1880年代後半、気候文作家ベイアード・テイラーは、ユークリッド・アベニューを、世界で最も美しい通りと描写した。100万長者の通りとして知られた、ユークリッド・アベニューには、ジョン・ロック・フェラー、マーカス・ハンナ、ジョン・ヘイなどが邸宅を構えていた。ユニバーシティ・サークルは、クリーブランド切手の文教地区で、ケース・ウェスタン、リザーブ大学をはじめ、 ユニバーシティ・ホスピタル、シュビランス、ホール、クリーブランド美術館、クリーブランド自然史博物館、ウェスタン、リザーブ歴史協会といった文化施設、教育機関、医療機関が集中している。クリーブランドを取り囲むように、クリーブランドメトロパークシステムの公園群があり、クリーブランド地域内にも同システムの下で運営されている公園4つがある。 ビッグクリーク川沿いにはそのうちの一つとなる動物園、クリーブランドメトロパークス動物園がある。動園はサルメの飼育個体数では全米一致である。またメトロパークシステムのほか、エリー湖畔にはクリーブランドレークフロント州立公園が設置されている。市の北東側のエリー湖畔には19世紀末から湖畔公園としてにぎわったユークリッドビーチパークがあった。 市の東側にあるロックフェラー公園の園内には市内の民族グループに敬意を表して作られた多数の文化園がある。ウェアハウスディストリクトダウンタウンの西側にはフラットやウェアハウスディストリクトの各地区が広がっている。フラットはカヤホガ川両岸の定地一帯、ウェアハウスディストリクトはカヤホガ川東岸の段丘の上に広がる地区である。 かつてはその名が示す通り倉庫街であったが、1990年代に、入ると空き倉庫は、コンドミニアムやアパート、レストラン、バー、ナイトクラブなどに改装され、姿を変えた。1990年代にはフラットで、2000年代に、入ると、フラットのカヤホが川西岸や、ウェアハウスディストリクトでこうした変動が、盛んに起こった。クリーブランドの住民はしばしば、 カヤホガ側の東側、西側どちら側に住んでいるかで、それぞれ、イーストサイド、ウェストサイドと分類する。クリーブランド市内の各地区を、イーストサイド、ウェストサイドに分けると、おおむね以下のようになる。また、カヤホガバレーにかかる、インダストリアルバレー、ダックアイランド、スラビックビレッジ、トレモントの3地区は、サウスサイドと呼ばれる。近年では、 インナーシティに属する各地区ではジェントリフィケーションが進みつつある。ウェストサイド、イーストサイドの両方でニューヨークの双方のようにクリエイティブ層の取り込みに成功し新たな住宅開発を進める原動力となっている。また、イーストサイドの近接地区においては居住地区と勤務地区が重なっていることも古い工業用建造物を 芸術家たちのロフトスペースに転用することを促進する要因になっている。クリーブランド市聴者クリーブランドが工業の中心地として発展した背景にはもとより革新、進歩の気風が強く、初期においては労働組合の活動が活発であったことが大きく影響している。オハイオ州内の立ち行き、特にシンシナティなど州南部は概ね保守的で、 共和党の勢力が強いのに対し、クリーブランドは民主党の勢力が強い。クリーブランドはアメリカ合衆国会員のオハイオ第10選挙区と第11選挙区に属するが、2006年の選挙では、両方とも民主党が議席を獲得している。2004年の大統領選においては、オハイオ州を獲得したのは、ジョージ・ W ・ブッシュであったが、 クリーブランドを含むカヤホガ軍では、ジョン・ケリーの得票率が非常に高く、有効投票の2、3に上った。クリーブランドは、市長制を取っている。市長は、市の行政の最高責任者であり、強力な権限を有している。1924年に一旦は、シティマネージャー制が採用されたが、1931年に、元の市長制に戻った。 市議会は21名の議員からなり、その任期は4年である。市は21の地区に分けられ、各地区から一人ずつの議員が選出される。市議員の定員は時代とともに減少しており、1885年には50名であったが、1960年代に33名に減り、1981年以降は21名になった。クリーブランドは長年にわたり、 犯罪や公害、汚職の街として知られ、古藩の過ちとの呼び名もあるが、2014年時点では、過去10年の行政の取り組みにより、活気を取り戻しつつある。クリーブランド連邦準備銀行。1923年に、ダウンタウンに建てられた、同行の建物は、国家歴史登録財に指定されている。カヤホガ川が、エリー湖に流れ込むクリーブランドの立地は、 市の成長の鍵となる要因であった。オハイオエリー運河が完成し、鉄道網が発達すると、全米有数の工業都市として発展を遂げていくようになった。クリーブランドには、製鉄業をはじめ、様々な製造業が起こった。1914年には、クリーブランド連邦準備銀行が設置され、この地域における経済の中心地としての地位を確立した。 クリーブランド連邦準備銀行は、オハイオ州全域、ペンシルベニア州西部、ケンタッキー州東部、およびウェストバージニア州北部にわたる第四地区を管轄している。クリーブランド連邦準備銀行で発行された、ベドル紙幣には、旧冊であれば、肖像の左側に D と、新札であれば、左上の発見番号のすぐ下に D4 と、印刷されている。 これは、クリーブランド連邦準備銀行がカバーする第四、地区を表している。しかし20世紀後半になると、それまで、市の経済を支えてきた、製造業の地位は低下し、商業や金融業、サービス業が、市の経済の主体となっていった。クリーブランドには中西部を中心に展開し、アメリカ十大支柱銀行の一つに数えられる、ナショナルシティコープをはじめ、 アメリカングリーティングス、イートン、フォレストシティエンタープライゼズ、シャーウィン・ウィリアムズ、キーバンクといった企業が本社を置いている。1893年にクリーブランドで創立した世界有数の法律事務所、ジョーンズデーは、現在でもクリーブランドに本部を置いている。その一方で、TRW、オフィスマックス、BP など、数多くの企業の本社が近年クリーブランドから、 移転、消滅した。その多くは、市外の企業による、吸収、合併によるものであった。2006年には、デュークリアリティ社がクリーブランドにおける、商用不動産市場の不振を理由に、クリーブランド都市圏の不動産をすべて売却した。クリーブランド最大の雇用種である、クリーブランドクリニックは、US ニュースワールドレポート誌による、病院ランキングでは、 全米で最も優れた病院の一つに数えられている。この他、クリーブランドには、がん治療で高い評価を受けているユニバーシティ・ホスピタルズ・オブ・クリーブランドが本部を置き、メトロヘルスの医療センターがある。NASA のグレン研究センタークリーブランドでは2000年代に入って、ハイテク産業も発展してきており、市の経済、産業の再生の鍵となっている。NASA は、 クリーブランドにグレン研究センターを置いている。また、バイオテクノロジーと燃料電池の研究においては、クリーブランドは急速に発展しつつある。これらの分野の研究を支えているのは、ケースウェスタン、リザーブ大学、クリーブランドクリニック、及びユニバーシティ・ホスピタルズ・オブ・クリーブランドである。クリーブランドにおけるバイオテクノロジーの立ち上げと研究への投資額は、 中西部でもトップクラスで、2007年度の第一四半期には12社が、合計8350万ドルを投資した。ケースウェスタン、リザーブ大学、クリーブランドクリニック、ユニバーシティホスピタルの3社は、共同で大規模なバイオテクノロジー研究センターと、インキュベーターを設立する計画を進めている。 マウント市内医療センター跡地を利用し、研究キャンパスを設立する。この計画は、クリーブランドにおける、研究の成果を形にする企業の育成も視野に、入れている、先端技術を用いたインフラの整備も進んできている。ワンコミュニティと呼ばれる、クリーブランド及び、オハイオ州北東部の主要な研究施設を、光ファイバーネットワークで結ぶプロジェクトは、ケースウェスタン。 リザーブ大学の技術的なイニシアチブの下に進められている。さらにワンコミュニティネットワークはシスコシステムズと共同し地域一体にワイヤレスネットワークを張り巡らせる計画も進めている。この計画はシスコのワイヤレスメッシュネットワークという新しい技術のテストも兼ねている。すでに第一フェーズは2006年9月に正式に始まっており、 ユニバーシティサークル地区ではワイヤレスネットワークへの接続が可能になった。シスコシステムズは1999年に高速ワイヤレス技術を持つエアロネットを買収しており、同社のワイヤレスネットワーク機器とクリーブランド地域一体の施設をワイヤレスネットワーク構築のために利用できるようになっていた。 クリーブランドホプキンス国際空港クリーブランドの玄関口となる商業空港はダウンタウンの南西 17km クリーブランド地域の南西端に位置するクリーブランドホプキンス国際空港である同空港はユナイテッド航空のハブ空港である同空港は I-71 と I-480 の2本の 週間高速道路が交わるジャンクションの南西角に位置する。1925年開港の同空港は全米で最も早くに開港した市営空港の一つである。1930年代には滑走路に誘導塔が設置され管制塔が建てられた。いずれも全米の空港で初であった。1968年にはクリーブランド地下鉄が延伸され、 同空港に乗り入れたことにより、全米で初めて空港と市街地とが地下鉄で結ばれた空港となった。ダウンタウンのエリーコガンには、バークレイクフロント空港がある。チャーター機やエアタクシー、自家用機など、ゼネラルアビエーションの空港である。発着する航空機は主にビジネスジェットであるが、エアタクシーも年間2万機以上発着している。エアタクシーは主に、 シンシナティアデトロイトへと飛んでいる。また、同空港は、毎年開かれる、チャンプカーワールドシリーズのグランプリオブ、クリーブランドや航空ショーの会場にもなっている。クリーブランド駅は、クリーブランドメモリアルショアウェイ200にある。クリーブランド駅には、アムトラックのシカゴニューヨークボストン間の夜行長距離、列車レークショアリミテッド号、シカゴはシントン間の夜行長距離列車。 キャピトルリミテッド号が、それぞれ1日1往復停車する。クリーブランド地下鉄クリーブランドの公共交通機関は大クリーブランド、地域交通局の運営する3路線のクリーブランド地下鉄及び100系統以上の路線バスによってカバーされている。クリーブランド地下鉄は、実際には地下にトンネルが掘られているのはダウンタウンのごく一部分の区間のみで、 ほとんどは地上を走っている。クリーブランドホップキンス国際空港やユニバーシティサークル地区につながるレッドラインはフル規格の電車であるのに対しブルーラインとグリーンラインはライトレールである。これら3路線はタワーシティセンターの地下にあるターミナルをハブとしている。地元では単に高速交通と呼ばれている。これに加え RTA は シルバーラインという急行路線バスシステムの建設を進めている。このシルバーラインはダウンタウンのパブリックスクエアからユークリッドアベニュー上を走りユニバーシティサークルを通ってイーストクリーブランドに至る。シルバーラインは2008年中に開業する予定になっている。クリーブランド市内では i-71i-77 i マイナス九十の三本の週間高速道路が交わる。i マイナス七十一は、クリーブランドとコロンバス、シンシナティのオハイオ州三大都市を結ぶ、州で最も重要な道路である。i マイナス七十七は、クリーブランドとアクロンを結び、さらに南下して、オハイオ州北東部及び東部においては、感染的な役割を果たしている路線であるが、 これらの3本の中では最も混雑率が軽微である。I-90 は、ボストンからシアトルまで、大陸を東西に横断する幹線であり、I-71 と I-77 の、両方の北の終点になっている。I-80 の支線である I-480 は、クリーブランドの南の外角環状線になっている。 I-90 の視線である I-490 は、I-480 よりも内側を走る、バイパス路線で、I-71 が I-90 に合流する、ジャンクションと I-77 とを結んでいる。これらの週間高速道路には、グレーハウンドのバスが通っている。グレーハウンドのバスターミナルは、クリーブランドのダウンタウン。 シアターディストリクトのプレイハウススクエアの裏手に立地している。この他、ダウンタウンのエリー・コガンには、クリーブランドメモリアル・ショアウェイが走っている。この高速道路は1930年代に完成したもので、1936年にはグレート・レイクス博覧会への交通手段として、すでに強用されていた。この道路は、正式には、 オハイオ州道2号線となっているが、国道6号線、国道20号線、さらには、週刊高速道路 I-90 も部分的に兼ねている。しかし、レイクフロント空港の東側にある I-90 との分岐点2世は、他の高速道路と繋がっていないため交通量が少なく有効に利用されていないため、2009年以降は順次。 レイクフロンとボールバードという一般道路に置き換えられる予定になっている。ケースウェスタン・リザーブ大学クリーブランドを含むオハイオ州北東部はオハイオ州内で最も高等教育機関の充実した地域である。中でも1880年創立のケース工科大学と1826年創立のウェスタン・リザーブ大学を前身とするケースウェスタン・リザーブ大学は クリーブランドを代表する一流私立大学で特に工学と経営学で高い評価を受けており、市のハイテク産業の発展にも大きく寄与している。その研究水準は高く評価されており、US ニューズワンドワールドレポート市の大学ランキングでは常に上位50位以内、オハイオ州内の全総合大学の中でトップである。2007年度版では38位であった。 同学は、市の東にある、ユニバーシティサークル地区にキャンパスを構えている。同学のウェザーヘッド経営大学院の校舎である、ピーター・ビー・ルイス・ビルディングは、2002年に完成した、フランク・ゲーリー設計の建物で、観光名所にもなっている。クリーブランド州立大学ユニバーシティサークル地区には、ケース・ウェスタン、リザーブ大学のほか、クリーブランド美術学校、クリーブランド音楽学校、 オハイオア指標治療術学校がキャンパスを置いている。一方、1964年創立、約1万5000人の学生を抱えるクリーブランド州立大学はダウンタウンに高層ビルの校舎を持つ都市型大学である。ダウンタウンには2年生のガヤホガコミュニティカレッジのメトロポリタンキャンパスもある。 ビジネスに特化した4年制の短科大学、マイヤーズ大学もダウンタウンにキャンパスを置いている。南西高のオベリン市には、オハイオ州切手の一流リベラルアーツカレッジ、オベリン大学がキャンパスを置いている。1833年創立の同学は、全米のリベラルアーツカレッジの中で常に、上位25位以内にランクされている。また、同学は、 全米最初の男女友学校、全米最初の白人、有色人種友学校として知られている。日本のオーベリン大学の校名は、このオーベリン大学に由来している。一方、クリーブランドにおける初等、中等教育事情は、極めて厳しい。クリーブランドの K12 課ほどは、クリーブランドメトロポリタン公立学区の、公立学校によって支えられている。 同学区は、オハイオ州最大の公立学区で、127の公立学校を有し、5万5千人以上の児童、生徒が在籍している。同学区は幼稚園から8年生までの園児、児童、生徒には、制服の着用を義務付けている。また、同学区は、オハイオ州内で唯一、市長の管理下に置かれている学区である。市長は、教育委員会を設置している。 死の人口の激減とチャータースクール等の対等によって、同学区では学力低下が問題視されるようになり、様々な対策が取られた。その結果学力は2000年代中盤に入って、ようやく改善に向かいつつあり、卒業率も向上してきているが、慢性的な資金不足もあり、以前として、クリーブランドにおける高教育事情は厳しい。 プレイハウススクエアセンターのオハイオシアター、入り口クリーブランドのダウンタウン、ユークリッドアベニュー沿いに立地する。プレイハウススクエアセンターは、ニューヨークのリンカーンセンターに次いで、全米、第2の規模を持つ演技芸術施設である。プレイハウススクエアセンターには、ステートシアター、パレスシアター、アレンシアター、花シアター、オハイオシアターなどの劇場があり、一帯は、 シアターディストリクトと呼ばれている。プレーハウススクエアセンターには、クリーブランドオペラ、オハイオバレー、グレートレイクスシアターフェスティバルが本部を置いている。また、同センターでは、ブロードウェイのミュージカルの公演や、スペシャルコンサートも執り行われる。クリーブランドの公共放送の本部となっている、ワンプレーハウススクエアは、元は、 WJW ラジオのスタジオで DJ を務めていたアランフリードが初めてロックンロールという語を世に広めた場所でもある。プレイハウススクエアセンターとユニバーシティサークルの間にはクリーブランドプレイハウスとカラムハウスがある。クリーブランドプレイハウスは1915年に建てられた全米最古の地域劇場である。クリーブランドプレイハウス同様1915年に 建てられたカラムハウスはアフリカンアメリカンの演技芸術美術センターで国家歴史登録財に指定されている。同劇場は特にラングストン、ヒューズの作品を多数演じた。シビランスホール・クリーブランドはアメリカ語大オーケストラの一つに数えられるクリーブランド管弦楽団の本拠地である。他の4団体に比べ最も小規模な都市を地盤とする。 同団は1918年創設で当初はローカルな存在だったが戦後に飛躍的な向上を遂げて高い評価を受けるようになった。同団体は五大オーケストラの中では最もヨーロッパ的なオーケストラであるとされ世界でも屈指の実力を有するオーケストラである。同オーケストラは冬の間はユニバーシティサークルにあるシュビランスホールで公演を行っている。 1931年に完成した、このシビランスホールは、外観は、他のクリーブランドの主要建築物に合わせて、新古典主義建築様式で作られたが、そこに、ニューヨークの彫刻家ヘンリー・ヘリングによって制作された、アールデコ調のペディメントが付け加えられた。内装は、様々な様式が混在しており、メインロビーは、エジプトリバイバル調とジョージア調の混成であるのに、 対し、行動の天井や柱は、アールデコ調で作られている。一方、夏の間は、同オーケストラはこのシビランスホールではなく、南高のカヤホガフォールズのカヤホガバレー、国立公園内にある、ブロッサムミュージックセンターで公演を行っている。クリーブランド美術館クリーブランドには著名な、美術館が二つある。一つは、ユニバーシティサークルにある、クリーブランド美術館である。 1913年に建てられた、この美術館は常設展示作品数4万点に及び、その制作年代は古代から現代までの6000年の範囲にわたり、コロンブス来航以前のアメリカ大陸や中世、ヨーロッパ、さらには東洋美術の作品も展示している。もう一つのクリーブランド現代美術館は、その名称が示す通り展示する作品を現代、 美術作品に絞り、評価の定まった、あるいは急成長中の芸術家による作品を、主に展示している。常設展示物としては、アンディ・ウォーホル、クリスト、クレス・オールデンバーグらの作品が展示されている。また、同館には、地元クリーブランド都市圏をはじめとするオハイオ州、北東部出身の芸術家に目を向け、その作品を展示するコーナーも設けられている。 近年の再開発の一環として、エリー・コガンのノース・コースト地区にも文化施設が設置されるようになってきている。洋民兵の設計によるロックの電動は1995年に開館した。その近隣には1996年に開館したグレート・レイクス科学センターやクリーブランド・クリフス社の機関であった蒸気船、ウィリアム・ジー・マザー号を改装したウィリアム・ジー・マザー。 海事博物館もある。第二次世界大戦で活躍したガトー級潜水艦、コッド号も1975年からクリーブランド港で博物館として一般公開されている。ガーディアンズの本拠地、プログレッシブフィールドクリーブランドには、MLB、NFL、NBA、NHL の北米4大プロスポーツリーグのうち、NHL を除く3リーグがチームを置いている。 MLB のクリーブランドガーディアンズは1901年にアメリカンリーグが発足した時にリーグを構成していた8球団のうちの一つである。創設当時はクリーブランドブルースというチーム名であった。1915年から2021年まではインディアンスというチーム名であったが2022年シーズンよりガーディアンズに改められる。 ガーディアンズは1920年と1948年の二度ワールドシリーズで優勝している。1954年にはチーム史上最多の111勝を挙げてリーグ優勝したもののワールドシリーズではサンフランシスコジャイアンツに0から4で敗れた。1960年代に入ると死の低迷と並行するようにチームは30年以上にわたって低迷を続けた。 1960年から1993年までの34シーズンの間、勝率5割を上回ったのはわずかに6シーズンで、勝率3割台に落ち込んだことも5シーズンあった。映画、メジャーリーグは、不審にあえぐインディアンスを題材として制作された。その後チームは新設された、ジェイコブスフィールドに本拠を移し、快進撃が始まった。 1995年に41年ぶりのリーグ優勝を飾り、1997年、2016年にもワールドシリーズに出場した。ただし、ワールドシリーズでは1995年の対アトランタブレーブス、1997年の対フロリダマーリンズ、2016年の対シカゴカブスのいずれも敗れており、 最後に優勝したのは1948年ということになる。1995年から2001年にかけては、ジェイコブスフィールドでのインディアンスのホームゲームは455試合連続完売となった。これは2008年にボストン・レッドソックスに破られるまでの間メジャーリーグ記録だった。この記録に対するファンへの感謝の証として、インディアンスは 背番号四号455を永久欠番とし、選手名をザ・ファンズとしている。2008年、クリーブランド郊外のメイフィールドビレッジに本社を置く、自動車保険会社、プログレッシブが命名権を獲得したため、ジェイコブスフィールドは、プログレッシブフィールドという名に改められた。クリーブランドブラウンズスタジアム NFL の クリーブランド・ブラウンズは1946年にオフックのチームとして創設された。設立当初からオフックでは圧倒的に強く、1950年に NFL に合流してからもしばらくは流星が続いた。1950年、1954年、1955年、1964年には NFL チャンピオンに輝いた。ただし、 4度のタイトルはすべてスーパーボールが創設される前のものであり、スーパーボールへの出場経験はない。1996年にはブラウンズを、ボルチモア移転が一旦は決まった。しかし、移転に対しては、地元ファンの猛反対などもあったため、この問題は法廷に持ち込まれた。NFL、ブラウンズ、クリーブランド市当局、ボルチモア市当局を巻き込んだ。 この法廷での裁定により、ボルチモアへ移転したチームは、新チームのボルチモア・レイブンズとし、ブラウンズは3年間の活動休止に置かれた後、活動休止期間中に、新スタジアムを建設し、再開した新チームが、ブラウンズの歴史を引き継ぐという形になった。1999年、ミュニシパルスタジアムの跡地に新しく完成した。 クリーブランドブラウンズスタジアムを本拠とする新ブラウンズが活動を再開し現在に至っている。しかし新チームには王子の勢いはなく低迷しており勝率5割を上回ったのは2002年と2007年の2シーズンのみである。2017年にはレギュラーシーズン16戦全敗という2008年のデトロイトライオンズ以来 NFL 史上にチーム目となる。 不名誉な記録を残した。クイックンローンズアリーナでのキャバリアーズの試合、NBA のクリーブランドキャバリアーズは1970年に創設された。創設当初は弱く、勝率4割にすら届かないようなシーズンが続いた。1976年には、カンファレンス決勝に進出したものの敗退、その後しばらくはまた低迷した。 1980年代中盤から1990年代にかけてはマイケル・ジョーダン率いる黄金期のシカゴブルーズの壁に悩まされシーズンでは安定した成績を残してプレイオフには出場するものの1回戦で敗退するシーズンが続いた1994年には野球のジェイコブスフィールドと共にダウンタウンに新設されたガンドアリーナに本拠を移した 2000年代に入ると3度低迷し、2002から3年のシーズンには17勝65敗、勝率、207に終わった。しかしこの低成績のため2003年の NBA ドラフト1位指名権を獲得し、地元北東おハイオアクロン出身のレブロン・ジェームズを1位指名、獲得した。やがてチームは、快進撃を始め、2007年には、 チーム史上初の NBA ファイナルに出場した。この快進撃の最中、2005年にガンドアリーナはクイック・イン・オーンズ・アリーナという名に改められた。2010年にジェームズを手放すとチームは低迷したが、2014年にジェームズが復帰、翌2015年には再び NBA ファイナル進出を、そして2016年には初優勝を果たした。 クリーブランドのプロスポーツチームが優勝するのは1964年のブラウンズ以来52年ぶりであった。クリーブランドにはクリーブランドロッカーズという本場のチームもあった。ロッカーズは1997年に本場が創設された時にリーグを構成していた8チームのうちの一つであったが2003年にオーナーがチームを手放しそのまま消滅した。また、 アリーナフットボール MAFL のクリーブランド、グラディエーターズもクイックイノーンズアリーナを本拠地とする。プレーンディーラー本社クリーブランドで購読されている日刊の新聞はクリーブランドプレーンディーラーである。かつてはクリーブランドニュースやクリーブランドプレスという新聞もあったが、前者は1960年、後者は1982年に休刊となり、 プレーンディーラーが唯一クリーブランドに残る日刊新聞社となった。クリーブランドにはこの他フリータイムズやクリーブランドシーンといった習慣の新聞がいくつかある。2006から2007年のニールセンメディアリサーチ社による調査ではクリーブランドアクロンは全米第17位のテレビ放送市場であるとされた。クリーブランドには ABC、CBS、 フォックス、NBC の4大ネットワーク各局が主局を置いているほか、ミネットワーク、ザ・ CW、イオン、ユニビジョンの主局も置かれている。PBS は、クリーブランドに会員局2局を置いている。ABC の加盟局、ウーズで1972年から放送されている、朝の情報番組にザ・モーニング・エクスチェンジがある。この番組の成功により、 1975年に ABC はこの番組を元にし全米ネットでグッドモーニングアメリカの放送を開始した。クリーブランドには AMFM 合わせて43曲のラジオ局が置かれている。これに加えオハイオ州北東部のた都市、町村につぼね置く多くのラジオ局もクリーブランドをカバーしている。ウェストサイドマーケットでは 様々な民族料理の食材が取り扱われている。クリーブランドの民族構成の多様性はこういうところにも現れている。1960年代から1970年代にかけてのホワイトフライトや公害化により、クリーブランドの人口は激減し、急速に衰退した。連邦最高裁判所が、クリーブランドの学校に差別撤廃に向けた。 バス通学を義務付けたことが、市の衰退をさらに加速させた。1990年代に、いわゆる強制バス通学は終わったものの、クリーブランドは貧困に傾き続け、2004年には、全米で最も貧しい大都市であるとされた。クリーブランドは2006年に貧困率32.4%を記録し、再び全米で最も貧しい大都市に指名された。 クリーブランドの住民を祖先グループ別に見ると、最も多いのは、ドイツ系で、アイルランド系、ポーランド系、イタリア系、イギリス系が続く。また、ハンガリー系、アラブ系、ユダヤ系、ルーマニア系、チェコ系、スロバキア系、ギリシア系、ウクライナ系、アルバニア系、クロアチア系、セルビア系、リトアニア系、スロベニア系、韓国系、 中国系のコミュニティが存在するなど、クリーブランドは民族の多様性に富んでいる。特に、ハンガリー系は、クリーブランド市域内に大規模なコミュニティを形成しており、その規模は、ブダペスト以外では、世界最大とも言われている。また、ポーランド系住民が多いため、市内には、ポーランド大聖堂様式の教会堂もいくつか立っている。そういった、 境海道の中には国家歴史登録財に指定されていたり観光名所になっていたりするものもある。クリーブランドの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下にクリーブランド市における1840年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。クリーブランドは以下20都市と姉妹都市提携を結んでいる。 ありがとうございます。